ったあの私のファンの方にの中に天才が混じってまして、あのギャグ教えてくれたんだけどあ、コメントの打つ上、あ、そうなんだ、コメント欄の上これさ定型文にするとさみんなそれしか話してくんなくなっちゃうじゃんありがとう、ひめたんしか怪談話があるって聞いてきました。今日はしないね今日は怪談話ないね、昨日だねそれはあのね、なんかね、あ、なんだっけ、あ、昨日さ、昨日来てくださった方いらっしゃいますか、はいって言ってよ。ねえみんな、ひめたんしかとかひめたんかわいいとか、こらこら、昨日来てた人、昨日、あ、昨日来てないよって方もいる。そう、1月をもちましてね、毎日配信頑張ろう強化期間に入ってるんですけども、昨日ね怪談話をしたんですよ。ねえ昨日配信あったっけ、だってやばいそれはやばいよ。エビちゃん旗ありがとう。昨日寝ちゃった。そう、あのね残念ながら、あ、そっか、昨日ねみんな本当に最悪だった。昨日アーカイブね、なんか映像倉庫とか入ったら見れるらしいからぜひなんだけど、昨日は本当に面白かった。なんかねコメント欄がね仲良かった、一致団結してました、よかったね。今日も一致団結でよろしくお願いします。きゅうりくん梅の花ありがとう。そう、怪談話してたんだけど、それでねお風呂入れなかったお風呂入れなかったし眠れなかったそう、え、昨日泊まったのガチ。なんかね、そう、昨日あの見てなかった人に言うんですけど、昨日なんかね怪談話してて、で最後らへんになったのね、配信終わりそうな、もう0時ぐらいだったんだけど、でその前になんかみんなねコメント欄でね、え、暗転したみたいななんかあれ秘めたみたいな感じのコメント欄になってて、本当にで、あ、みんな一致団結してて、もうなんかひめたんのことを怖がらせようとしてるんだなって思ったの。マジだったらしい怖すぎる怖すぎるよガチで止まったんだ、やばいじゃん。いや、まあ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 ね、あの年新年もあるし夜っていうのもあるしさ、あとコメント欄後ろの人さっきから喋んないけど何みたいなねえ嫌なんだけど、自分でした怪談話で眠れなかった、そうですいや違うよ、みんながねコメント欄でビビらしてくるからあれ昨日いた人たち全員存在してない説、大丈夫で今いるから、いや覚えてるから私大丈夫。そう、後ろの人、あ、何、みんなスタンド使いってことスタンド使い、もしかして後ろの私のスタンド見えるのみんな今日もコメント欄は3人で回しています3人のコメント欄の方々ありがとう、たくさんコメントしてくださいコメントたくさん読むんでね。そう、なんか昨日のコメント欄面白かったな。そう、実はねコメント欄みんな存在してなくって、あなたとアラの姫香だけが今こうやって配信を見てしているのかもしれないねえうざい本当に今日は友達が2人も来てるの、密には気をつけてね。いないよ、1人だよねえ違うの、今日はね、今日はあれですよ、昨日の最後に言った討論がしたいですの回です、討論がしたいの回、
映画シックスセンスみたいな配信だった。そのさ、映画なんか有名じゃない？見てみたいんだけど、面白いですか？シックスセンス。なんかね、どっかでね、あらすじだけ見たんだよね酔っ払ってて覚えてません。ああ、そうなの。そう、昨日ね、ギャグ思いついた一発ギャグをみんなに披露するがために、あの、面白いと思ってもらいたいので、みんなにお酒飲んでくださいって促したんだけど酔っ払ってて覚えてない。面白いんだ。後ろは弟さんですか？やめてください私は一人っ子です。ねえ、壁に寄っかかってるから。今壁に寄っかかってるんよ私。どんなギャグだったっけ。ああ、それだけそんなあんま特徴的のないギャグだったか。残念だな残念だなへえ、有名なんだ。シックスセンスはネタバレなしかな、これ。劇場でびっくりした。そうなんだ、面白い糸井重里さんが頭から離れません。本当うん、なんだこのアバターは。黄色のカビルンルンかな。カビルンルンの人、だるまたくさんありがとう待って、今ゾワってした。壁紙赤に変えたのやめてよ、それは普通に怖いそれは普通に怖い。最後まで見れば面白い？シックスセンス？じゃあ見よう。アマプラにあるかな？みんな何で見た？そう、どんでん返し系のね、映画めっちゃ好きなの。どんでん返し。違う、今日は怪談じゃないんよ。討論がしたいって書いてあるでしょ、みんな。だから、タケノコの里とか、キノコの山とか、みんなもしかして姫たんとお話ししたいの？討論じゃなくて。ねえ、みんなねえ、どんでん返しの映画面白いよね。映画館で見たみんな怖い話好きなんだね。眠れなくなっても仕方ないよねえ。みんな寝れた？昨日いた方々は。言うこと聞かないコメント欄ね。ひめたんイコール怪談怪談キャラになっちゃった私ね。じゃあさ、もういいや討論したいですか？決勝。はいよっしゃ、今日はフリートークだよみんな怪談、どんな怪談話したの？じゃあ していい？そう、今すると今日もお風呂入れなくなっちゃうから。いや、ちゃんと入ったんだよ。起きてから、あの、仮眠してからすぐにお風呂入ったんだけどみんなに負けちゃったよ。みんなみんな怖い話好きなんだねこれ折れちゃったよ配信止まっちゃった？見えてる？ねえ、うざい。瞳に誰か映ってないです。瞳に誰も映ってないですうーん、今日、あ、そうだ、あのね、お父さんから話してもらった怪談、怪談っていうかもうお話してなかったね。それお話しするか、今日はちょっとだけで、みんなとおしゃべりするか。見えてる？もう一人いないですなんかね、そう、お父さんがね、まあ、帰省してたんですけど、その時になんか怖い話あるって聞いたの。その千葉の親戚の話、昨日
した千葉の親戚のお話の他に、なんか実際あったやつあるって言ったら、なんかお父さんがね、お盆の時、お盆の時にしか行かない茨城のなんか海かな、海で泳いでたんだって。それがお父さんが多分小学生ぐらいの時だったんだけど怪談話しちゃうね。でね、なんか泳いでて一人で、そしたら離岸流っていうどんどん沖に流されちゃう波、みんな知ってるかな、離岸流っていうやつに巻き込まれちゃって、めっちゃ流されて、なんかね溺れちゃったんだって。でうわーってなってたら、あのサーファーの人に助けられたんだって。そう、離岸流、サーファーの人に助けられて、で助かったんだけど、サーファーの人ってさ沖にいなくないみたいなってだけ。そう、沖にはさ波が起きないからサーフィンしないじゃん。結構湘南とか私よく行くんだけどさ、神奈川県の湘南、その結構海見るんだけど、サーファーの人って浅瀬にしかいないのよ、波が起きるから。そう、手だけ。怖くない？めっちゃ怖かった。なんかお盆にさ気づいて助けに行ったんじゃないのね、そう思うけど、まあ小学生だし溺れてて必死だったから覚えてないけどって感じでした。すごいよね、怪談って面白いよね。まあいいよ怖い話は。え、ね、お盆にさ海って行っちゃダメなんだって。怖くない？沖サーファーちょっとねダメだ今日。さっきねゲームで負けすぎてちょっとね萎えてるわ今萎え萎えですね。ゲームで負けすぎた。え、足引っ張られる、怖い。なんで引っ張るの、やめてよ。ねえねえ、なんで引っ張るの足。姫たんのパパ助けたの私です。あ、本当ありがとうございました。お礼を娘が言います。ありがとうございます。お盆には亡くなった方々が海にも来るからね。海に来るんだ。なんかお盆ってさよく分かってないんだよね。姫たん昨日から毎日姫たんしてるんですか？あ、紙に書くか後ろ。じゃあちょっと明日以降後ろにさ説明書き書くので明日もぜひ来てください。そう、1月はねあれです、1月は毎日アイドル強化期間です。ショールーム、はい、ホラーゲーム。そのとめっちゃいるんだけどお父さん助けてくれたサーファーめっちゃいるよコメント欄にありがとうございます。ねえ、後ろの子に持ってもらえばいいじゃん。違うんよ、今壁にね寄りかかってるんですよ。みんなが昨日ねあんなに後ろいるよみたいな、うるさかったから。え、止まった？あー、あー、
止まった？ねえ、もうダメかもしれん。ダメかもしれん。今動いてる？画面がよく飛ぶ？もう今日やめとく？今日やめとく？やばくない？あ、止まってない今。今大丈夫？お風呂入れなくなるんだけど困る。じゃあみんななんかさ、話面白い話して、じゃあ面白い話してみんなね。回線が混んでるんだよ今さ。もう10時になるでしょね。回線が混んでるんよ、しょうがないねえ。お風呂配信、もうそれこそさ、何か映っちゃったら嫌なのよね。明るい話してよみんな、みんな楽しい話しようそれな、コメント欄で面白い話するのハードル高いよねね。回線が混んでるだけだよ、回線が。あ、そう、コメント欄にもある通りね、あのね、サイン会が完売いたしました。やったー。そう、恋落ちフラグのサイン会、手形会のサイン会が完売いたしました。購入してくださった皆さんに感謝。こういう時888だよ、88、みんな888。やったありがとうございます。愛を込めて書かせていただき、おー、88ありがとう88。オレンジのサイリウムの人、88ギフトありがとう。確保できた、おー、やったミラーワール、やったー、おめでとう、ありがとう。買っといてよかった、そう思っていただいて嬉しい。オレンジのサイリウムの人、ミラーボールありがとう。いやー、こうやってみんなで88祝うことで幽霊を撃退していきましょうね。え、思い通りにはさせないよ幽霊なあ。聞いてるか、いるの分かってるんよね。え、みんな今ひめたんがサイン会がね完売したんですよ。めでたい、このお祝いムードで幽霊くん出れると思う？君たちはこう言っておくことでちょっとあの牽制しておくの、これ大事よみんな緑の猫くん88ギフトありがとう確保できなかったとか言えない。ぜひぜひまた今度ね、開催されるかね、また。てか姫たん握手会がしたいですね。握手会がしたいんです。今日やめるわ、ごめん、見てられない。え、悲しい悲しい、怖くなっちゃった。お化け、あ、我々はお化けを倒す軍隊だ。あー、あ、幽霊くんも完売祝いに来てくれたの？ありがとう、それは嬉しい。ねえ、ありがとうございます。ああ、嬉しいな、普通にもう嬉しい矢吹奈子さんね、めっちゃ見てた。お化けを倒す軍隊だひめたんと握手したい、ひめたんもみんなと握手したいし、お話ししたいねえ。コメント欄とかさ、こうやってお話しするのもいいけどさ、
やっぱ直接お話ししたいよね。ゴーストバスターズ。ねえ、いや普通に怖くなってきたな。どうしよう、30分でやめとく。今日は、今日はやめとく。今日のお題幽霊ですか？違うよ。あ、そうだね、明日は仕事始めですね。皆さん明日撮影頑張ってきます。撮影頑張るために頑張れください。頑張れ、コメントの頑張れ。頑張れ、みんなも頑張れ。ねえ、直接お話ししたいな。顔を見せに行きたいね。みんな認知させてくれよ。ロング配信希望。もう怖いんだって、みんな脅してくるから。みんな、うん、オレンジのサイルームの人、ファイトありがとう。みんなありがとう、頑張って。頑張るわ。はあ、本当に緊張する。明日どうしよう、どうしよう。頑張ります。少し言っておくと、ティーンズユニット系の撮影です。もうどうしよう、どうしよう。頑張る。認知、え、認知されるの恥ずかしいの？なんで？緊張してますねえ。愉快なお題出しましょうよ。愉快なお題か、なんだろうな。じゃあみんなダジャレ教えて。ダジャレ、ダジャレ、ひめたんが笑ってあげる。みんなのダジャレ。頑張ります、明日。はあ、はあ、ねえ、ダジャレ言ってよ、コメント欄で。悩んが悩んでる。ふむ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 。ダジャレを言うのは誰じゃ。ダジャレを言うのは誰じゃ。カレーはカレー、それは甘いな。カレーはカレーは。布団が吹っ飛んだ。ダメだよそんなの。ココナさんの席ここな。みんなあれ、昨日姫たんのことちょっとバカにしてたけど、みんなもあれじゃない。あれじゃない。あ、カレーだけに甘いと。お後がよろしい後で。お後がよろしいようで。白い犬の面白いという面白い話。鹿は叱る。猫が寝転んだ。勝たんしか勝たん。幽拝、幽霊拝を幽霊拝。ほう。ほう。うん。惑星惑星。木星木星。惑星たちはかわいそうなんよ、それは。臭い。今ね、ダジャレ、みんなにダジャレを言ってもらう回ですね。ひめたんが評価してあげます、みんなのこと。あのね、昨日散々ね、一発ギャグで恥をかかされたので、明日やろうは大バカやろう、それはただのいい言葉なんよ。明日やろうは大バカやろう、確かにそうだな。ねえ、みんなも明日に後回しじゃなくて、できる時に頑張りましょう。ダジャレ、え、ねえ、みんなちょっとコメント遅くない？逃げた？昨日姫たん頑張って一発ギャグしたんだけど。浮遊霊の服を浮遊霊。おー、浮遊霊の服を浮遊霊。おー、いいですね。
昨日のギャグ個人的には刺さったんだけどな。あ、面白かった？本当に？本当に？これは難しいよね。ごめんね、意地悪しちゃった。ごめんね。中坂サカス。ごめんね。みんなちょっと意地悪しちゃった。やっぱ仕返しは良くないね。仕返しは。え、明日の撮影さ、一発ギャグやった方がいいかな。どう？みんな。明日。えね、姫たんの特技って何だと思う？特技、特技一発ギャグ。なんかみんなのダジャレさはもらえないかなと思ってちょっと振っちゃったわ。ずるい女です、私は。ずるい。3回やると面白くなる法則、あとで絶対後悔しそう。それな。お絵描きか。じゃあそれを今見せてくださいって言われたら何描けばいいかな。何も見ないで描くとさ、キャノンティーか池田しか描けないんだよね。池田楓、石川カノン、桃たんなら笑ってくれる。桃たん優しいね。お絵描きか。寒いギャグ言うこと。人間観察得意じゃないな。みんなコメントに困ったら定型文使ってね、よかったら。あ、みっちゃん書ける。みっちゃん、みっちゃん書けます。コマネチ、コマネチ、お絵描きとゲーム。あ、明日の撮影についてはそんな詮索しないでね。あんま多分これダメだと思うから、あんまね、あんま詮索しないでくださいね。チンチコチンで描いたみっちゃんの似顔絵はすごいなって思った。あー、じゃあスケッチブック持ってくか。リンゴ飴食べる。リンゴ飴食べるの別に得意じゃないよ。姫たんの描くみっちゃん好き。みっちゃんね、描きやすいんだよなね、みっちゃん。あ、定型文って打ったら1回でなくなっちゃうんだ。あ、そうなんだ。1回しか使えないんだ。そう、みっちゃんナーヤン描けないかもな。ナーヤン描いたことないかもしんない。じゃあ明日でも遅いな。明日みんなお昼配信とか見れる？まあいいや、明日お絵描き配信しよっかな。あ、みんなコメント困ったから定型文やっちゃい。描きにくいの誰？描きにくいの誰だろうな。ひなぴよとかかな。ひなぴよ、あと誰だろう。きみちゃんもね、描けるな。お昼見れる？本当？みんなコラコラ、コメントに困るな困るな。そう、よくね、前ね、自粛前の公演とかは裏にね、水分補給用にね、紙コップとかあったんだけど、それにその人専用の紙コップだよって示すために人の似顔絵描いてたね。いやー、ココナさん描ける。ココナさん。うわ、今隣にいる人の似顔絵。いや、いないよ。いないよ。目と鼻と口を描けば内縁になるらしい。そうなの？そんな簡単な人なの内縁って。あー、みはるん描ける。みはるんも描けるし、あーやも描けるなかな。りょうはたんの似顔絵、ウハさんもね、描けるな。てか描いた気がする、裏で多分ね。え、明日ちょっと人の特技ってちゃんと言えるように練習させて明日。怒んないでね、ちょっとあんま可愛く描けなくても。その推しの方々、マキコさん、マキコさん見れば描けそうだな。見れば
あ、横にゃんさんむずいかもしんない。横にゃんさん、横にゃんさんむずいな。なんやん、ハードル低すぎんね。ね、イラストでいっか。おるーさん、あ、おるーさんか。おるーさんな、むずいかも。書けるかな。うわ、いいね、こういうの。ちょっと明日発掘しましょう。難しい人と書ける人、いいね。特技発掘プロジェクト発足、発足しました。大花さん、大花さん書ける書ける書ける。え、自分のね似顔絵は描けないんだよ。なんかね、客観視できないかもしれない、自分の顔を。明日はお絵かき配信します。お越しくださいまし。リクエストとかもらおうかな。うわ、ルーさん推しの方がルーちゃん丸く描けば大丈夫だよって言ってる。それおルーさんに言っちゃうよ。あー、ちかこリーダー、ちかこさん難しそうだな。ちかこさん、なんかちかこさんってさ、スティッチに似てない？スティッチ、お顔が。マリンさん描きやすそう。マリンさんもね描きやすそうかな。ねえ、みなるんさんはお小遣いくれれば首長く描けますよとか、振りありで。じゃあそれ K2 のアンダー出た時に言いますわ。カシャッフル公演でね。お絵かき配信するわ。あゆかぴょん、あゆかぴょん書いたよ、チェンチコチンの時。あーね、チーム S 全員書くかね。なんかちかこさんってさ、ディズニーみたいな顔してるよね。なんで？しかもさ、ずっと前の S 公演の時にね、ちかこさんなんか本当にハーフだと勘違いしてたの。勘違いっていうか信じてたのね。え、ちかこさんってやっぱハーフなんだって思って。でもいつかの公演の時になんか大阪ではって話してて、もう姫たんは失望しちゃったよ。ちかこさん、ハーフって嘘ついちゃダメだよ。ちかこさん、姫たんは傷つきました。ちかこさんディズニーね、生っ粋の日本人でしょ。なんで？アメリカの田舎娘です。なんだっけ、何か飼ってるんだっけ、動物を。動物なんだっけな、なんか山猫みたいな。ノウサギか、ノウサギ、ノウサギ。姫たんかわいい。たまに流れてくる定型文めっちゃ面白いね。あー、ノウサギなんだ。山猫じゃなかった、全然。え、ノウサギってどういうこと？ただのウサギじゃないってこと？ノウサギのぴょんちゃん。あ、ぴょんちゃんなんだ。姫たんしか。このさ、三点リーダーっていうの、なんか点点点、それが面白いよね。ワイルドなの？ワイルドだぜ。野生のウサギ飼ってるの？どういうこと？どういうこと？あ、山で捕まえてきた的な。ちかこさん、マーベルみたいなアメコミが好きだからね。そう、姫たんもマーベルとか好きだよ。ペットショップで売ってるウサギじゃなくて、ガチの野生のウサギ。あ、そうなんだ。なんかネザードワーフみたいな感じじゃなくて、普通の駆け回ってるウサギなんだ。そうなんだ。野良ウサギ。ああ、そういうこと？野良ウサギってこと？
今日のギャグは何ですか？求めてこないでよ求めてこないでよ。ねえ、てんてんてんって3点リーダーって言う？これ3点リーダー、ちょっと適当に言っちゃったから合ってないかもしんない。あ、捕獲したんだ面白い。ちかこさんのお家行ってみたい。実家？ちかこさんは今一人暮らしなのかな。とんでもない田舎らしい。いいな、田舎暮らししてみたいんだけど。あ、三点リーダーで合ってる。あ、そうなんだ。なんで知ってるんだろう、三点リーダーって怖いわ。毎日一発ギャグ？そんなお笑い芸人じゃないもん。じゃあみんなちょっとちょうだいよ、一発ギャグちょうだいちょうだい。あ、野生のウサギは爪がやばいんだ。へえ、ちょっと調べてみよう。大阪人は基本一人暮らし。何そのなんか偏見みたいな大阪人基本一人暮らしなのあ、そうなんだ。ギャグのお時間？そうなんだ。トラクター運転するとか、ちかこさん。すごーすごー。なんかさ、メンバー、まあ落ち着いてからなんだけどさ、メンバーのお家に泊まるみたいな企画したいな。なんか楽しそうじゃん。メンバーの実家に泊まらせてもらうみたいな、よくない？よくない？かファンの方々のお家に泊まってみるみたいな、よくない？姫たん神奈川なんだね。埼玉かと思ってた。そう、神奈川県なんです。勝手に泊まるの？いや、許可を取って。か仲いいよくお話しするメンバーには急遽アポなし訪問ねえ、よくない？あ、そうなんだっけ、ユウは何しに日本へみたいな、お家ついてってもいいんですかみたいな感じしたい。横浜に近いの？いや、横浜市民です。イエイイエイ、横浜市民マヤさん、マヤさん家行ってみたい。マヤさんは宮城なの？あれ宮城だっけ、マヤさんって。宮城、宮城行ってみたい。宮城ってさ、仙台？仙台ですか？本当に地理が疎すぎて申し訳ないんだけど、皆さん詳しくて何でも教えてくれるからさ。宮城なんだ、行ってみたいな。行ってみたい。行ったことない。行ったことない。あ、仙台なんだ。そう、姫たん浜っ子だよ。川崎市民のアミちゃんをどう思ってますか？どうも。なんかそれ何言ってもさ、ちょっと角が立ちそうじゃない？川崎市民？同じ神奈川県民。仲良くしましょう。去年のね、アミさんとはね、去年のアンダー18公演、あの大晦日の公演が終わってから一緒に新幹線乗って帰りました。そうそう、桃鉄やりましょうね。え、桃鉄したいわ、やっぱ桃鉄ね。ねえ、 YouTube 配信したくない？ゲームしたくない？ゲーム配信。桃鉄みんなに見てもらいたいな。絶対面白いもん。
今日のテーマさ、トークテーマさ、討論したいなって思ってたけど普通に話してるね。献血したことありますか？献血ね、みんなさ献血したことある？献血、桃鉄面白そうだよね、やりたい。ねえ、みんなさ運営さんに言ってよ、ひめたんが桃鉄配信したいってよってね。献血したことある？結構ある人いるじゃん。ない方もいるね。献血カード持ってる？去年した、えらい。血管細すぎて門前払いされました。あー、そういう方もいらっしゃるよね。貧血起こすからしません。うん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 。献血ないけど輸血はある。なんで？なんで？そのお話詳しく献血ないけど輸血はある？ってことは隣で血をなんか管に通してうーってやったってことかな。へー、90回超えてます。やば、20回あるよ。へー、こないだ10回目だった。お、今日献血1年ぶりにしてよ。すごい。ファンの声は運営に届かないから。そんなことないよ、みんなで力を合わせてさやりたいこと。そう、多分私からも言ってもねあんまだと思うから、一緒にゲーム実況配信したいってみんなで声合わせて協力しよう。油が多すぎて断られました。油が多すぎて可愛いじゃん、可愛いじゃん。ヘモグロビン不足でエラー出てやめました。そう、献血ってさお菓子とジュースもらえるんでしょ？したーいしたーい。輸血はもらう方、あ、もらう方なんだ。やっぱ献血なんか血取ってさ意味あるのかなって思うけど、やっぱあるんだね。はあ、面白い。献血が多いと表彰されるらしい。表彰されたい表彰されたい。場所によってはアイスももらえるよ。アイス食べたいあ、それ目当てで行ってました。いいじゃんいいじゃん。それでさ貢献できるんだったらさ良くないねえ。秋葉原、秋葉原よく献血ね見かけるかもしんない。献血は薬一つでも飲んでるとダメだからね。あ、そうなんだ。なんかさ献血できない人のあのあれ、献血できない人のルールみたいな、何があるの？血液、玉ねぎ食べてないとダメみたいな。なんか玉ねぎ食べるとさ血液ドロドロになっちゃうじゃん。どうなんですかねえ。献血のおかげで助かった。おー、すごい。ちょっと姫たんも献血します？したい。薬飲んでる人、血が薄い、血管が細い、睡眠時間まず16歳以上、あ、18歳、しかももう少しで19歳になります。血圧が高い人、歯石を取ったら3日ぐらいダメだよ。なんで？歯石取ったら歯医者さんでクリーニングしたらダメなの？風邪薬もダメ。あ、そうなんだ。病気持ってる人、妊婦の方、海外の後。なんで歯石取った後って なんで理由は？面白。帰国した人、すごく役立つことなのでぜひ来てください。
冬は血液が不足するので、あ、そうなんだ、冬こそ今不足してるのか。献血の針太いからね。こんぐらい？やばーいよそれは。太すぎるか、これは。こんぐらいかな。行ったら検査してくれる。あー確かにね。ふむふむ。体重軽いとダメなの？姫たん何型？大型です。おう、大型だから多いかな。歯の雑菌入ってる可能性がある。あー歯石取った後？そうなんだ、歯の雑菌が血液の中に入ってるかもしんないって。へえ。待って、手震えてきた。そうなんだ。ストローくらい？ストローくらい？献血の針って。怖い怖い怖い。針の穴見える。牛乳瓶1本分ぐらい抜かれる。やば。そんな太くない。あ、よかった、そんな太くはない。ビビっちゃうよ。400ml？ 400ml は、もうなんかペットボトルちょっと少ない感じ。 500ml のペットボトルが主流だからめっちゃ取るじゃん。そうなんだ。あ、 AB 型の方が一番少ない。姫たん A 型っぽいと思った。なんで？真面目そう。真面目？真面目ですか私。真面目ですか。老眼でも穴が分かるくらい太い。そうなんだ。 400ml。 注射大丈夫な人ですか。注射ダメな人ですね。この前ね、この前っていうかずっと前、多分コロナが流行る前にココナさんとね、献血したいって話してたんだよね。そう、献血したいな。自分の血液が袋に溜まってるのを見るとゾワッとする。その文字見るのもゾワッとしたわ。めっちゃ取るじゃん、ワクサ。そっか。はあ。だからたまに流れてくる定型文めっちゃ面白い。姫たんかわいい。てんてんてん。ありがとう。ねえ、そうそう、あのさ、RH-珍しい血でしょ。姫たん手振って。やっほー。RH-詳しくないからあれなんだけどさ、希少な血液。それはさ、さっきね、 RH-の方コメント欄にいらっしゃったよ。それは何なの？ちょっとお詳しい方じゃコメント欄お願いします。珍しい。あ、やっぱ珍しいよね。あのワンピースのさ、血液は、あれワンピースだっけ、珍しい血があるやつって。これさ、ずっと前のショールームでもお話ししたな、ワンピースの血液型。AB 型の方にしかない、その中でもわずかな RH-。 100人に1人。マイナスは希少。あ、 RH にはプラスマイナスがある。そうなんだ。普通に面白い。あのね、ショールームやっててめちゃめちゃ勉強になる。みんないろいろ教えてくれるからありがとう。 C 型の方もいるらしい。そうなの？ C 型マイナス O の人は誰にでもあげれる。マイナス O。
私は量産型の AB だよ。でも AB ってもうさ少ないじゃん。いや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 、教えたがり。え、めっちゃ教えて、嬉しい。勉強になる、楽しいし、普通にこうやってね頭良くなっていくんですよなっていくんですよ、姫たんは。今何時かな、お1時間ぐらいやってるかな、あとちょいで1時間かな。 C は大型。あ、そうなんだ。自分も勉強になってるね。いろんなことを知ってる人が集まってるね。ね、本当にたくさんコメントしてください。いろいろもう血じゃなくてもいいよめちゃめちゃ話変わってもいいよ。今突然、そういえばテレビの感はなんちゃらなんちゃらで話し始めてもいいよ。 RH- の方は献血の組織から依頼のお願いの手紙が来る。必要になると電話が来るらしい。何それかっこいい何それかっこいい。52分経過、 ありがとうございます。ちなみに今いますか RH- の方。そば屋はすぐそば屋和むね血の話に急にギャグぶっ込まれて和むね。ね、選ばれし者だね。RH、 あ、いるじゃん、面白いね。定型文にじわるね姫たんのネイルが気になるじゃん。姫たん今ねすごいハゲちゃってるんだけど、水色のだよ。私も呼ばれたことあります。すごい、いいな。姫たんも呼ばれたいんだけど、なんで大型は、大型はいらないですかなんで、悔しい姫たんにもお願いのお手紙ください。赤十字の方、 R1 はよく伸びますね。そっちの R1 じゃないよ、 RH- なんよR1 美味しいよね。なんかさ冬の時はさ風にかかりたくないからって R1 よく飲みがちだよね血液型は変わることもあるって知ってた？知らない、知らないのでぜひそれをお話しください。変わるの？あ、紫のソフトクリームの人、タコさんありがとう。すごいタコがたくさん上がってる。キャッチキャッチR1 グランプリ面白いね。そっちの R1 でもないんよ一人の芸人さんのやつでしょ、ピン芸人の方、そっちじゃないよ大型の中にボンベイ型という100万人に1人の超レアタイプもいます。かっこいいボンベイ型、それ秘めたんかもしれないボンベイ型、本当嘘ついてない？ボンベイ型とかかっこよくない？ちょっと名前おまぬけだけどさ、100万人に1人？それ秘めたんだったらどうする？もしかしたら変わります？変わった人、血液型変わった人いる。脊髄移植かな？すると変わる。脊髄、骨髄移植すれば変わる。ドナーと同じ血液型に変わる。骨髄ですか？骨髄？お、ひよこの着ぐるみの人いいね、ありがとう。変わるとは聞いたことある。骨髄、骨髄ってどこ？背中のやつ？背中？なんか面白いな。レイザーラモン RG、 RG じゃないんよ
RH なんよ、ボンベイ型秘めた。え、本当にあるの？ボンベイブラッド。ボンベイブラッドって何？めっちゃかっこいい。骨髄。ボンベイ型は輸血が必要になった時にほぼ確実に受けられないので大変なのです。そうなんだ。それ聞いてちょっとシュンってなっちゃった。そうか、血の生産場所を変えると変わる。あ、骨髄で血を作ってるの私たちは。骨の中心、血液を作り出す部分。うわ、面白い。なんかこういうさ、人体面白いよね。骨髄って骨の中心、背中の骨の一部で血液を作るところ。へえ、ちょ、今ここが骨髄。面白い。ねえ、人間の神秘だね。骨髄、子供以外はほぼ背骨と胸骨だけが機能する。ふむふむ。 A 型から O 型に変わりました。え、じゃあ変わった方は、あなたは骨髄の移植をしたってこと？それ以外で血液型変わるとかないの？あー、白血病の治療が骨髄移植。あ、そうか、白血病は血の病気だから。白血病はなんだ、血の中に悪いやつがうーってたくさん増えてきて、それをもう最初から改善するために血を作り出すところから治療するのね。はあ、面白い。その手術をされた方なのかな。あー、その通り。へえ、そうなんだ。なんか医療って面白いな。いや、普通に感心してます、ごめんね。普通に、あ、血液のがん、へえ、面白い。好きなココイチのトッピングの話してください。もう血の話は良い良い。好きなココイチのトッピング、じゃあみんなコメントして。ひめたんはね、でも最近ね、あのココイチ行ったんだけど、私はね、なんだろうな、前食べたのはチーズとロースカツなので。ね、ひめたんは必ずココイチのシーザーサラダを食べる。そう、ココイチのシーザーサラダめっちゃ好きなの。みんなもサラダ食べる？ココイチ行った時。 PPC PPC ね、パリパリチキンね。チキンカツチーズ、クリームコロッケカツ、チーズとカツ、お、一緒じゃん、チーズとカツ。ネバネバ三昧、ネバネバ三昧、働いてた時ね、出た覚えないな、ネバネバ三昧。ふむふむ。スクランブルエッグ、あー美味しいよね、ほうれん草チーズ。あ、結構クリームコロッケ人気あるね。食べたことないクリームコロッケ、美味しい。三連パリパリチキン。パリパリチキン、ドンドンドンって、いいね、贅沢だね。ね、シーザーサラダ美味しいよね。こんばんは、今ねココイチの話してるよ。血液の話からココイチの話題になりました。スーメロ700とは、スーメロ700、髪切ってからめっちゃ気になって仕方ないです。本当？もっとね、切ろうって思ってるんだけど、どうかしら。海の幸カレー、あー海幸いいよね。カキフライ、カキフライね。ココイチで討論。喧嘩にならない？もしかして。ねー、ほうれん草チーズ、あ、ほうれん草とチーズの組み合わせ結構出るね。うん、え、辛さ、え、じゃあみんなさ、辛さは、辛さ、あ、グランドマザーのキャンペーン懐かしい、懐かしい懐かしい。
ひよこの着ぐるみの人いいね、ありがとう。チキン煮込み一択？チキン煮込み美味しいよね。冷凍のレトルトルーが安くて便利よね。え、冷凍売ってるの？なんかよくね、ルーだけ注文して持って帰る、お持ち帰りでね、いたな、ルーだけお持ち帰りの方が。前髪重い？そう、今減らし中なのよ、前髪。オンマユ？マヤさんの道をたどれと。マヤさん美人だから似合うけどさ、ヒメタンはダメだよ。ゴアマ？ゴアマ？頼んでる人見たことないよ。ゴアマか。そうかそうか。食べてみたいな。3から、3からから。ニヤマしか勝たん。SKE がココイチとコラボしてたの知ってる？知ってますよ。辛さ足すと値段も足されるの悔しい。悔しい。でもね、テーブル卓にさ、よくスパイス、辛味スパイスっていうの置いてあるじゃない？あれ入れるだけでもね、辛くなりますよ。ルーのお持ち帰りする？お持ち帰りするんだ。え、それをお家のご飯と一緒に食べるのか。いいね、楽しそう。ね、辛味スパイスたくさん振ります。ね、美味しいよね、あれ。ココイチは辛すぎていけん。え、甘口とか美味しいよ、ちゃんと。ひめたんもね、ココイチのね、普通の辛さ食べれないんだけど。辛すぎてね。甘口美味しいから。よくね、注文の時に辛さ、言うの忘れちゃうと思うんだけど、多分店員さん優しいから辛さ毎回聞いてくれると思うので、ぜひ甘口でって言ってください。美味しいので。あ、飛び辛スパイス、飛び辛スパイス、ぜひぜひ。ね、わかんないよね、だってあんな辛いと思わないもんね、辛いの苦手な人。 ねえ、ひめたんがこれで言います。ここね、初めて行く方、ココイチのカレーはちょっと辛いので甘口で行ってみてください。 スープカレーが好き。え、スープカレーね、美味しいよね。お盆と一緒に出されるやつね。そうそうそう、スパイス目に入るとすごいよ。 ねえ、飛び辛スパイス目に入っちゃった人いるんだけど、大丈夫？大丈夫ですか？ビーフソースしか頼まない。あ、ビーフソース頼んだことないな。味違うんですかね。ちょ、失格だな、ココイチの店員として。ビーフソースか。ハッシュドビーフは美味しくて食べてたけど。さすが元店員でしょ、覚えてますよ。昔さ、 1300g とかあった。知らない、それは。1300g 食べたら無料、今もやってる？わかんない。わかんない。甘口にチーズトッピングしてやっと食べれる。かわいい。かわいい。ひめたんも一緒だよ。大丈夫だよ。美味しいよね、その食べ方。一辛がベスト。ふむふむ。ひめたん、激辛は NG なの？なんかね、ココイチの辛さはね、あんまなんだよね。なんか、キムチとか。なら大丈夫。そう、なんだろうな、何ならいけるんだろう。でも辛いの好きだよ、辛いラーメンとか好き。でも辛いカレーは食べれないの。これなんで？なんでだ？どっちもスパイスだよね、スパイスカレーだよね。1300g 食べたら無料、やば。しかも1000g ってことは1キロってことですか？1キロ300g？ 死んじゃうよ。ねえ、大丈夫？挑戦した方いますか？赤から大丈夫？大丈夫。赤からはね、美味しくいただける。ねえ、1300g 胃の中に入るの？赤から大丈夫だな。友達は 800食べる。800？
いやー、お客さんでいらっしゃったけどねー、800って相当だよ。挑戦したことないね、したことない姫たんも。うんうんうん。ポリバケツの蓋みたいな皿で出てくるそうなの？1300g？味仙はどうですか？味仙はいけるよ。味仙美味しかった。普通の辛さの台湾ラーメンいただいたけど美味しかったな。辛かったけど食べれたよ。うわ、達成した人いるんだけど、 1300g 無料達成、すごい。あれは何年前にやってらしたんでしょう、 1300g 無料。すごい、他の客にめっちゃ見られたいや見ちゃうよ、だってさ、入ってきたお店でさ大食いチャレンジしてたらさ見ちゃうじゃん、すごいなって。アメリカとか行ったらさ、ハンバーグ、めっちゃどでかいハンバーグとかさ食べてみたいよね。ね、ハンバーグならちょっといけちゃいそうだけど。赤味噌カレー、知ってる知ってるね、わかりますよ。台湾ラーメンいけますね。 1300g のビジュアル見てみたい、ちょっと調べてみよう。写真飾られた、記念じゃん。何店ですかちなみに教えたくない。すごい尊敬します。普通に、なんか普通にっていう言葉なんか言っちゃうけどさ、あんまり良くないのかな。みんなさ、いやそれ普通に可愛いとかさ、普通にすごいとかさ、どう思う？みんなは。そう、みんなの意見聞きたいかも。普通に、普通にすごいねってか、どう？姫たんね、言っちゃうんだけどいつもね後悔してるんだよね。いや普通にじゃないよなーって、めっちゃすごいのに普通にいいと思うよ本当？うん、ラスカルくんハートたくさんありがとう。使うけどね、普通にいいんじゃない？あ、本当？普通に良い普通に使うから普通にいいんじゃないでしょうか姫たん普通に可愛いよねって言われたら、いや嬉しいな。うん、嬉しい討論会始まり。普通って何って思う、やっぱ思うよね。あ、そっか、使う場面によって、そう、素直にっていうニュアンス。いや素直にすごいわみたいな、なんかちょっとね関心混じってるんだよ、関心が。でもさ、ニュアンスって人と人とそれぞれ違うじゃん、だから難しいなと思ってねえ、普通に当たり前に、難しいですね日本語。深い。人によって受け取り方違うからね。ね、普通とは、普通とはね、分かんないよね。人それぞれだよ普通は。普通の生活がしたいって言っても普通って何って思うもんね。深い、深いです。あー、逆にって何って思います。あー、逆に、逆にか逆に使うな、逆に。あ、めっちゃ逆にをつける人。いや逆に、そうだね、それなとかね、もう10年後とかそれなじゃない言葉があるかもしれないし、ピエンだなんてもう使われてないかもね、ピエンって今流行ってるけどさ。率直に言って可愛いってことかな。うん、かな。普通に、ワイは逆にって言いがち。いや、わかるよ、逆に。わかるわかる。
普通イコール平均的。そうか、平均的か。ふむふむ、汗汗汗汗パオン多分なくなる。ピエン、あーチョベリバ、え、みんながさ生きてた頃にさチョベリバってありましたか。チョベリバ流行ってたの本当に。変なの死後でしょ、死後。チョベリバ、チョベリグ、超ベリーバッタと超ベリーグッドでしょ。 MK5 マジでキスする5秒前。それ結構使うくない MK5。 ピエン絶対なくなる気。あー激おこぷんぷん丸懐かしい、懐かしいよ。うんうんうん、使わないね。あった、20年ぐらい前。ひめたん生きてなかったんだ。あ、ギャル語なんだ。そっか、昔は結構なんかガングロギャルみたいな、マンバギャルとかたくさんいたんでしょ、渋谷とかに。それは偏見？本当にいた？わかんないんだけどさ。チョベリバ殿堂入り、あ、そうなの。マジで恋する5秒前。え、ねえねえ、その曲好き。メロディー覚えてないけど、5秒前。ヤマンバギャルいた、え、いたんだ。ヤマンバギャル、横浜西口にギャルいたえ、実際にあのメイクのギャルいた。すごい。当時渋谷とか怖くて行けませんでした、たくさんギャルがいるから。へえ。竹内まりやさんが作った曲。あ、そうなんだ。はあ、面白い。いいな昔の曲って。いた、厚底ブーツ。厚底ブーツはさ今も別に履いてる人いるけどね。悩んとかめっちゃ厚底だもん。へえ。今も少ないけどいるらしいね。おお、絶滅危惧種ってやつですかえ、カラーギャングって何カラーギャングって何。チーマー、チーマーって何。ルーズソックス、ルーズソックス、アムラを、アムロナミエさんが大流行してたんでしょ。ふむふむ、ルーズソックスね。渋谷のギャング、チーマーえ、何カラーギャングって。色で分かれたギャング、ギャング、ジョルノ・ジョバーナ違う。SKE メンバーでギャルメイクしてた。ギャルメイクしてみたいな。昔のアイドルの曲歌ってもらいたい。歌いたいよ。じゃあ覚えてさ、ショールームでは歌えないからさ、著作権的なあれでね、インスタグラムでやりますわ僕はヒメラーです。ヒメラー、はっ、はぁ。池袋ハマトラ知らないよ。何、難しいこと言わないでよみんな悪いやつらなのチームがそれぞれチームカラーのものを身につけて主張してた感じ。我の島は赤色じゃけーみたいな感じ。赤色じゃけー、それは違う、怒られちゃう。これは渋谷は昔マジで怖かった。え、そうなんだ。なんか109のイメージしかないや渋谷ジャケは違う。
オレンジ赤緑みたいな。へえ、篠原智恵さん。仁義なき戦い。ええねー、昔話してほしい。みんな明日はお絵かき配信するとして、まあまあお絵かきしながらお話もするけどさ、ねえ、平成生まれはいい勉強になるね。なんか大人の方々のさお話聞くの面白いよね。たくさん聞かせてほしい。チーマーは怖い人なのね。ラスカルくん、あきおめとタコさん、ありがとう。タコキャッチ。歩行者天国とかあったよね。歩行者天国ってないの？歩行者天国。歩行者天国あるくない？あれでしょ？車走んないでって通行止めして歩行者だけがわーって歩ける。歩行者天国、歩行天。ラスカルくん、梅の花ありがとう。あ、今でもある？なかった。名古屋もやってる？11時になってしまうよみんな。え、原宿のホコ店？それは分かんない。竹の子族って何？歩行者天国、ホコ店、竹下通り。あ、そっか、竹下通り車通ってるイメージないかもしんない。浜田さんもファッションリーダーでした、あのダウンタウンの。へえ、名古屋でも土曜日とか歩行者天国。あ、そうなんだ、名古屋。へえ、そうなんだ。竹の子族って何？今夜は寝れる？うん、大丈夫。今ね、みんなタケノコ族のお話してくれるから今日は寝ます。ちゃんとお風呂も入ります。みんな昨日最後までビビらせてきたからさ、今夜はちゃんと寝ます。明日撮影あるしね。ね、タケノコの里好きな人たちかな、タケノコ族。携帯なしの生活の話だけでもだいぶ盛り上がるやろ。携帯なしの生活って何ですか？聞かせてください、ぜひ。ごめん、あのファンの方々にもう任せっきりになっちゃってる、ごめんね。携帯ない生活って何？ポケベルとか。ポケベルね、知ってるんですよ。ポケベル、携帯ない時代。何？普通に携帯なくても生活はできてたよね。レベルが鳴らなくて、昔は固定電話しかなかった。あれか、こうやってこうやってやるやつ。あれさ、どうやってかけてるのか分かんないんだよね、原理が。はって、黒い電話。ポケベル使ったことない？ポケベル。定型文なごむわ、ありがとうございます。携帯はつい最近だよ。え、そうなの？携帯なしの人生のが長い？なんで？すごい。黒電話、そう、黒電話。コンビニでお金が下ろせなかった時代。どこで下ろしてたの？銀行か。ATM なかったの？携帯が弁当箱みたいにでかかった時代。持ち歩けないじゃん。彼女に電話したらお父さん出て汗汗なやつ。何その甘酸っぱいやつ。甘酸っぱくはないか。そっか、家の電話しかないから親が出ちゃうのか。最初の電話はショルダーバッグくらいの大きさだった。あ、それ社会のね、教科書で見たことある。え、その時いた？みんなは。
あー平野ノラさんのしもしもの携帯、あ確かに肩掛けで持ってるよね。あれ本当？あれ本当？本当にある？あれショルダータイプの携帯？ショルダータイプ？肩掛けカバン？本当に？みんな持ってた？え、それはさ、いくらぐらいだったの当時は？おいくら？あれ本当？そうなんだ。使ったことないけど知ってる？卒業アルバムに家電の番号があった。それさ、思うんだけど危なくない？と思っちゃうんだけど。ねえ、今だから思うけどさ、昔は普通だったんだろうな。20万!30万!高くて持ってない。いや、そっか。あ、平野ノラさんはバブルの人だから持ってるのか。社長クラスしか持ってない。普通に買えない。高級品。あ、まあそうだよな。びっくりした。あ、お金持ちの方のアイテムなのね。へえ。なんかね、三丁目の夕日とかめっちゃ好きだから。そうそう、三丁目の夕日の漫画単行本よく買ってたからさ、好きなんだよこういう話。なんかデパートの話とかさ、めっちゃ好きなの。あれ持ってるやつ怪しいやつ。こら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 。え、バブルさ、いいよね。バブルだってさ、お金たくさん使えてたんでしょ。いいなバブル、楽しそう。なんかなんだっけこれ、てて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 みたいな。あ、ジュリアナ東京。やってみたい。三丁目の夕日は生まれる前。あ、そうなの。ちょっとまた実家にめちゃめちゃ置いてあるから見返さないとな。電話ボックス使ったことないよ。ディスコとか知ってる知ってる。え、そう、1万円札でタクシー止める。ヘイタクシーみたいな。やってみたい。どこにでも就職できたバブル期。え、あのね、社会ね好きだったんだけど覚えてないんだけどさ、就職氷河期はバブルの後、就職氷河期は最近の話。割とバブルの時子供だったから。まあそうだよなね。え、ひめたん絶対似合う。本当？やっていい？氷河期はバブルの後。あ、後か後か。いやー、就職氷河期。え、オイルショックは？オイルショックはいつの話ですか？バブル崩壊後平成4年くらい、1991年。バブルの恩恵を受けてたのは一部の人間だけ。あ、そうなんだ。そうか、バブルが弾けて。なんかバブルが弾けるっていう表現いいな。泡のようにみたいな。へー、あ、オイルショックはめちゃめちゃ昔か。オイルショックの方が前なのね。オイルショック、バブル、氷河期。ふむふむ。勉強しています。今どうも氷河期世代です。あー、かわいそうに。大変だったね当時は。ホイチョイムービーって何？今から45年前ぐらい、1974、9、4。おもろいな。1970年代ぐらい。弾けた時はほとんど誰も気づいてなかった。なんで？やばいってことにみんな気づかなかったってこと？首吊る人たくさん寝た。あー、お仕事があんまできなかったからかな。ちょうど就職した時、年に弾けた。
へえ、その前に高度経済成長時代。ちょっとね、教科書あるんだよね、教科書、社会の教科書、ちょっと読みたい読みたいです今。興味ある。終わってから気づく。バブルだったと気づいたのは崩壊したと。ごめんね、あの当時生きてた方、面白いって思っちゃう。なんかはーって、なんかね、そうか、現代社会の、あ、そうそう、現代社会ね、原書面白いよね、読んでて。教科書ね、そう、結構好きなのよ、取っておいてあるの。ふんふんふん。あー、まだいけるっていう願望が勝って無視してしまった。あー、そうか、あ、その話ちょっと親としたかもしんない。ふんふんふん。左上の人に気づいた違うよ、上に本棚があるんです。みなとみらいは昔はなかったよ。あ、埋め立て地なんだっけ、みなとみらいって。埋め立て地てか横浜ってさ、全部なんか元は海だったみたいな感じじゃなかったね。え、歴史だね、歴史面白いね。続くと思ってちゃった。はー、気まぐれコンセプトという漫画を読むと雰囲気がわかる。気まぐれコンセプト？歴史のお話？ぜひこの上の毎日姫たんっていうハッシュタグにて、なんか面白い歴史系のさ漫画あったら、もう何でも使っていいタグなので、ショールーム系のお話だったらぜひぜひ、あのおすすめの漫画とか終わった後書いてみてくださいね。あー、そこは海だった。面白いね、埋め立て地ってさ、よく作ったよね。名古屋は埋め立て地じゃない？っていうか名古屋ってさ、坂少なくない？坂なんか全部平らな気がする。平ら、土地があんま坂ない気がするよ。どうかな、埋め立て地あるのかしら。お台場、あ、お台場も埋め立て地なんだ。唇が乾燥してきた。ねえ、名古屋平坦だよね。あ、そっか、横浜が多すぎるのか。そっかそっか、横浜の感覚でいるとね、名古屋ね、楽だなって思うね。あ、埋め立て地だらけ。あ、そうなの？海なの？なんか神奈川坂多い。久屋大通り？え、読めないこのノーオヘイヤ？ノーヘイヤ？なんて読むの？ノーヘイヤ？ねえ、坂少ないよね。東の方行くと坂多い。東。うんうんうん。待って、目がちょっと乾いてきたかもしんないやめどきかな。熱田あたりまで海。あ、そうなんだ、熱田。ノービヘイヤ、ノービヘイヤ、伸びた伸びたちゃうわ。ノービヘイヤ、へえ、ノービヘイヤ。ポトメあたりは埋め立て地。ポートメッセ名古屋、へえ。境にも坂ある。あ、そうなの？そうなんだ。昨日メール取ったけどまだ来ないのはワイのせい。え、送ったよ。2通送った、2通。来ました？目薬どうぞ。目薬ない。目薬ないよ、近くに。終わったら刺しますね。じゃあどうしよっかな。もう11時だし、そろそろお開きしましょうかね。ねえ、じゃあさ、明日もさ、お絵かきしながらさ、みんなちょっと教えてよ。ねえ。あ、メールちゃんと来てる？ワイのせい。ごめんね。なんだろう、迷惑メールに入ってないかな。
迷惑メールに入ってたら悲しいな。もしかしてオールナイト配信だった？オールナイトしません。オールナイトしません。夜になるにつれてみんな怖い話したくなっちゃうじゃん。早く寝ましょう。皆さんありがとうございました。もう少しで4000人行くところだったけど、11時だしキリが良いかなってね。ありがとうございました。あー面白かった今日の配信も。ひめたんのインスタライブの通知が来たよ。インスタライブはしませんよ。それは何のひめたんですか。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。暖かくしてお風呂ちゃんと入って寝てください。ひめたんの横の人はいません。やめてください。眠れなくなっちゃうのでね。明日撮影頑張ります。応援しててください。またね。おやすみ。